い、皆さんこんにちは、ちでございます。ライレンさんね、戦国立志伝やっていきたいと思います。さあ、じゃああと動かすだけかな。じゃあ行きましょう。これほんともうちょっと整備見つからないですけど多分文字に隠れてんですよね、どっかの。これほんとね、やらしいわ。どこ隠れてんだろう、わかんないよね。この近辺であることは多分間違いないんですよ。この近辺であることはね、ひょんなことから見つかったりするんですけど、ああわかんないね。じゃあ行きましょうか。はい、ちょっと上杉を黙らしたいですね。はい、あ、もう下った。おお、早い。これで、いやー、でもここまで落とさないとダメだな。高岡城まで落とさないといけないね。高尾七尾城取らないといけないわ。ああ、この戦結構時間かかるの。うわー、もうこの二人ダメだわ。この二人は騎乗だね。で、私はこの勢いで、ここに入城して、その間誰か呼びたい。ああ、犬山城いいね。ああ、こっちはもう、ああ、こっちはまだ人帰ってる最中かな？いや、違うね。あれ、これ誰？ああ、そんだけダメージ食らったのか。まあ、織田とも結んでるからね、犬山城から人出してもいいと思うんですけど、あーでもちょっと暴れすぎちゃったかな暴れすぎたというか、ちょっとあれがあれだね。はい、で出陣してちょっと助けてもらいましょうか。結構時間かかりそうだけどね。はい、三好家から当家の申し出に対して返答があるようですと。盟約受け入れよ。これより盟友として共に歩もうではないかと。しばらくの間ね。はい、新たに気合を習得したか。この程度驚くまでもないと。表情を始めます。先月の収支です。ああ、収支はもよくないね。報告いたします。ちょっと兵糧もね少ないので、城代の裏の城、ああそっかそっか、城代入れましょうか。で、よいしょ。ああ、勘兵衛さんね。ああ、あとそうだ。あの、作業芸になるからね。作業芸になっちゃうので、武将列伝とか読みますかっていうのをね、お話しいただいたんですけど。このゲーム多分武将の数、すごいんですよ。なので、どうしようか悩んでます。で、あと残念なのにね、残念なのが、私がね、戦国武将をほとんど知らない。でも最近勉強してんですよ。勉強というかね、最近本当にね、戦国武将興味私出まして、いろいろ、動画を見たりしてるんですけど、本当戦国武将の話見てると、もう血で血で洗ってるよね。血で血で洗ってるんじゃなくて、血で血を洗ってるよね。えげつないと思いましたわ、正直。もう、兄弟で、ね、潰し合いしますもんね。あら、すごいわ、んなことしちゃうんだね、というような感じで。名古屋城5人もいるのか。ちょっと私のとこも人材がね、ちょっとやばくなってきたので。だからこれも高岡七尾って落とした時の城主いるのかな。もう早く織田落とさないといけないんだよね。でもほんとここね、この2つ落としとかないとね、人口多いんですぐまた攻めてくる、来られるんで、復活したらね、ここま5万だから、ここ5万と3万か。あとここは1万8000。ほんとはここも落としておきたいんだけどね、ここ落としたらもうね、こう落としたら、もう風前の灯火になっちゃうけど、それやっちゃうと武田さんがね、ぐいぐい行っちゃうと思うんで、
あ、こっち来てないで、結局兵が。あ、じゃあ返しときましょう。え、あなた、あー、びっくりしちゃった小山ごぼうに行っちゃったのかな、来ちゃったのかなと思っちゃったんですけど、そうですね、ナイツ、密談、あー、寺澤さんいいね、うん、ターゲットを絞ってやらないとね、あー、鈴木さん、鈴木家のとこいいですけど、これでもダメだよね、10いかないよね、あ、行ったわ、あ、行くね、行っときましょう。で、あとはもうね、三好さんとも結んじゃったから、うーん、あー、そっか、でも二条五所はこの後だな、まあとにかくさっき小田を潰さないといけないんですけど、ちょっと目の上の単行本の上杉が邪魔、あー、上杉さん邪魔だな、本当に結んでもよかったんだけどね、もう結べなかったね、もう大喧嘩してたからね、本願寺さんのとこから、そうだね、そうなるとあとこれか、整備できる、取ったのがここなのでこの近所できないの、まあ、一回やってみよっか、 あできませんか、え、ここない、整備するとこ、あ、ないんだね、本当、本当かい、ここ取ったからね、この辺で整備できるとこあると思ったんですけど、あ、ないね、おー、じゃあ整備なしで、あー、これでいきましょう、じゃあね、もう一人、あ、ちょっと時間かかるね、来るときから先攻めようかな、遅いもんね、ここね、はい、捕獲したもの、はい、南部さん、はい、初段ね、初段しません、で、来たので高岡行っちゃおうか、うん、我が戦、はい、捕獲したもの、あー、一人しか来ないか、桜さん、あー、まあでも来てくれるだけマシだよね、これどうもね、名前が売れたら結構寝返ってくれる人いるみたいですよ。序盤なんかもうほとんど来てくれないもんね。でもこんだけでかくなって名前売れてるんで、チラチラ来てくれる人いるみたいなんです。多分そういうのもあると思うんですよね。名声によって来てくれやすくなったりって。この人でも顔すごいね。ああ、うん。東洋武将、初段武将、ちょっと待って、ちょっと待って。やり直します喋ってたら分かんなくなっちゃったで、こうしてこうだね、上杉家に忠誠を誓って、あ、そういうことか、で、これか、あ、ほんで私これ選んだらダメなんだ、選んだら手段しちゃうんだ危なかった、なんと慈悲深い、感謝いたしますだと。ちなみにこのゲームで私手段したことないです、今までね、はい、長吉でございます。今よりは、下妻家のため、我が家から滅ばせていただきますと。お、悪くない。いいね、この人。何これ、これ、柿、常置だっけ、池田さんね。常置でよかったような、ケスヌクゾーンの三男と。照政の弟、秀吉の養子として、豊臣家の天下統一事業に、寄与。関ヶ原合戦では、東軍に属して武功を挙げ、家康より加増を受けて、稲葉鳥取藩主となると。はい、まあこの今残ってる家っていうのはこの戦国時代の名残があるんでしょうかね。 あとは徳川とかかな、うん、表情を始めます、元々言えば豪族なのかな、わかんないですけどね。報告いたします。はい、あ、浪人が領内にいます。浪人が領内にいるということで登用しましょう。大垣城稲葉さん、あ、悪くないね。うん、悪くない、悪くない。もう平均50あったらいいですよ。で、ナイツ、あ、まだダメだね。密談できる人いるかな。あ、いいじゃない、上杉家。あ、いい、いい、全然いい。下妻さんが、あそこに出てきたということは、外交が、工作なくなったとこあるってことだね。多分、徳川、あ、徳川なくなったんだね。
徳川引き続きやっておきましょう。ああ、もう信用上昇がないのか。落ちないといけないのかな、じゃあ。ならば、金継さん、あなたと一緒に高岡城を落としましょう。あと動ける人、あ、大山御坊も、あ、でも9600か。大山御坊でもいいんだけどね。少ないね。回復良くないね。もうちょっと握ろっか。ただ敵5700できてるんで。あ、でも7を落とそうと思ったら。あ、いや、その前に。連度40。あ、ギリギリだね。連度40ギリギリだな。もうちょっとまと、あ、うん、出そうか。特性確認。ああ、こんなん見れんだね。はい。いざ戦へ。はい。一応こっち来てもらえますか。で、あ、これやってないね。委任ね。一応ね、道路の補修、整備ね、やるんですけど、ただ、委任拠点ではやらないんですよね、これね。委任拠点ではやらないので、私しかできないのかな、表情委任。ああ、表情委任か。表情委任ってちなみにこれですね。これかな、表情委任ね。これやっちゃうと全然ここら辺のこともしなくていいんで、楽っちゃ楽なんですけど、何をプレイすんのっていう。戦争しかやらないことになっちゃうのかな。それはちょっとまずいなと思うので、じゃあ行きましょう。あ、待ってね。取引。良き品。何？高いね。やめときましょう。今ね、15万しかないからね。さあ、押していきましょう。高岡城落としましょう。我に打てぬ敵なし。腕が鳴るぜ。あ、強いね、ほんと。ここは貴様らの地獄よ。口悪いな。はい、高岡城落ちました。敵将、捕獲した。はい。で、表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。本当このゲームね、戦術フェーズかな、戦争を追っ始めてるフェーズを止めるの大変。本当あれがガンガン入るからね。メッセージがガンガン入っちゃうから、これね、ここはもう本当もスペースキー連打しちゃうとね、走っちゃうしね、そのままね、次ね、表情できずに表情終わっちゃうからね、というちょっとした不具合もあるんで。さあ、じゃあね、高岡城、高岡城なかなかいいんで、ここいい人置きたいですね。よいしょ。で、よっこいしょ。ああ、神兵さんか。神兵さん。神兵さんはもうちょっといいとこ入れたいね。神兵さんもうちょっといいとこ置きたいな。細川さん。あ、細川さんでいいや、ちょうど。うん。で、移動ね。何人が増えたからちょっとは人材、マシになってると思うんですよね。終わり？これかな？私の競争。ああ、そうだね。あ、その14人か。少ないね。14人はちょっと少ない気がする。はいと。で、高岡に置いたので、あとは七尾だね。七尾先落としましょう。せっかくこんなに兵少ない時ないからね。で、七尾落としたらもうここもみんな落とそうかな。でも、普通なんだね。上杉家と私断絶してるんだけど、上杉家に従属してるんですけども、特に畠山家ね。畠山さん。畠山さん。ああ、そうだ。もう畠山さんのとこ落とそう。落としたら15人入るからね。そうだ、7を行って畠山家落とそっか、さっき。ああ、で、15人ゲートしちゃおっか。ね。あ、でも順番から言ったらこうだから、こっちかな。こっちが先かな。じゃあもうこの大軍団で落としにかかれちゃいましょう。やるとしよう。かしこまりました。私何？まだ、ああ、まだだいぶいるね。なので、ちょっと待ってね。あ、これね、3人で押しかけちゃう。この道が広いから大丈夫だね。押しかけれんね。押しかけちゃおう。
道が狭かったらね、あの攻撃するとか考えないといけないみたいですけど。で、私の領地、これ結局ね、私これあの今から言うとね、この領地の作り方失敗してます。まあ兵数多いんですけどね、商業390はまずいね。まあここまで来たらね、潤ってっからいいですけど、っていうことがちょっとありました。結構やっていくとプレイスタイル変わりましたね。今裏でやっ、あ、ちょっと前に裏でやってたトイタのがあったんですけど、あれめちゃくちゃバランスよく作れました。足利さんの下でね、もうあのかわいそうな足利家を、足利家を全国統一させましたよ。全国統一というか、足利家でエンディングを迎えさせましたよ。ね、よいしょ、じゃあね、これで、行きましょうか。で、外交。外交はまだあれだ。あ、外交いけるかな、工作。下がってないんだ。そうだそうだ。我々は盟友であるだ。それが終わるまでは、できないからね。明智のみっちゃんでしょう。で、武田さん。うまいこと言ってんね。武田さんとはやり合いたくないんで。と思ったらいい時間になっちゃいましたね。この相変わらず整備。ああ、来た。来たというかあれだね。整備は、またあの見っからない整備がどこ行ったんだ。どっかに転がってるはずなんですけどね、あの見っからない整備。ああ、どっかに、あ、あったあった。あ、これ1個あるね。ここ、4。で、あともう1個だ。あ、これ、これひょっとして。これだったのか。だったら嬉しいな。ああ、まだある。ああ、ここの辺か。はい。わあ、なくなってない。どこだどこだ、どこにあるんだ、もう一個。もう一個というか、なんかどっかにあるんだね。ポツンとあったりするんで。あ、わかった。ここだ。ああ、だからいいのか。ああ、いいのか、いいのか。これだから攻められるとこだったら逆に、街道整備しない方がいいのじゃないかな。そっかそっか、ここだ。ここだわ。助けに来たらいいけどね、ここね。あ、よかったよかった。あ、あそこだったんだわ。よかった。で、取引。あ、別にいいですね。さあ、行きましょう。出陣する。逃げるなら。うわ、強いね。もう、タタタとしちゃったね。我らの福光城。はい。まあ、とりあえず7を落としましょうか。あ、ここか。あーあーと、お二方に任していいかい。いや、じゃあね、直嗣さん、いや、直嗣さん、直嗣さん戻そっか。直嗣さんをここに置いて、で、誰か連れてこれないかな。あ、時間よくなっちゃったね。とりあえずこの辺で終わっておきましょう。ライデンさんで戦国武士でね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。